皆さんこんにちは。今回はアスナバースデーオーダーで出たこの新規スキルをちょっと細かく見ていこうかと思います。マザーズロザリオの片手再建モッド出ましたね。前回突属性オンリーっていうのを言ったと思うんですけど、前回の動画でこんなに連撃数が多いのにスイッチが44しかたまらないっていうのは調整とはいえなんかウケるなんかね、カオス195以上ね見据えるんだったらまあ引きたいところですけどね。まあ、前回も言ったけど、61層とか85層とか回れるといえば回れますよね、この2枚あれば。でもなんかやってもスキル揃ってないとな、そのアスナとか勇気とかいっぱい持ってれば強いっていう感じはするんですけどね。まあでもあればなんか回れなくはないっていう感じなのかな。ただね、これね、モーションが長すぎるんですよね、マザーズロザリオ。だからカオス凍滅戦でもね、ちょっと攻撃が避けづらいっていうことはあるんですけど、まあ、避けない前提だったら、カオスブラッケンとかならいいかもしれないけど、そのカオスグリームアイズとかになってくると、蘇生結晶使えないし、もう火ダメとかやばいらしいから、わかんないですよ、わかんないですけど。もしかしたら小春に回復スキルとか打たせて、まあ、回復してやるとかそういう風にもなるのかもしれないけど、俺ちょっと、まあ、やったことないんでわからないんですけど、まあなんかモーションが長くてやりづらいっていうのはあるんじゃないかなってちょっと思います。どうなんだろう、このマザロザモッドにさ、これ入れるっていうのは普通に、まあ、そのまんまもう見たまんまなんですけど、このモッドを他のスキルに入れるっていうのは、いやでもさすがに有機枚数だし、まあ、自然属性なしのスキル使用時とか書いてあるんで、いやまずないな、こんなのはないね。わざわざ2枠使うんだったら、まあ、他のスキル入れる、モッドに入れるよっていう感じではあるので、これをモッド素材にするのはまずないですね。でまあマザロザなので、縦傷系が使えますね。まあ、縦傷マザロザっていうのは結構有名なんですけど、まあでもパーティーで片手再建使う場合はそのこれタゲ集めちゃうんで、タンクがいる場合ね、タゲ奪っちゃってよろしくないっていうか、もう戦線崩壊しちゃうんで、使うなら、まあ、ユナ傷、まあ、ユナ傷の方がね、凍傷にする効果は、まあ、一定確率だっけにあるので、まあ、そっちの方がいいっていうのはあるので、まあ、そっちかなっていう感じがしますけど、どうなんだろう、85層ならそのユナ傷で、まあ、火力で使ってもいいと思うんですけど、まあ、スキルね揃ってたらですよ、アスナとか勇気とか何枚もね揃ってたらですけど、31層はさすがにやめておいた方がいいのかなって、まあ、一応試してみた方がいいかもしれないですけど、まあ、31層はなんか弓の方がいい気がしますね。まあ、片手最近はね極光輪とかあるんで、クリティカル発生率とクリティカルダメージどっちも上がるやつですね、出てるんで、まあ試してみてもいいかもしれないけども、なんとなく弓のがいいのかなって個人的に思います。やっぱカジババフとかも強いし、タゲガイ効果が何より強いんで。でもどうなんだろう、これからその片手再建がパーティーでも強くなる可能性ってなくはないと思うんですよね。片手コンが火力として使われるようになってじゃないですか、まあ、こういう攻撃力上がるやつと打属性弱点ダメどっちも上がる効果とかあって、これと同じ効果のやつをね3枚モッドに入れると強いみたいなのがあるんですけど、どうなんだろうね、片手再建も何かしらの強化で使われるようになるかもしれないですね。わかんないですけど、うまくタイミング合わせて、まあ、タンクとか刻印打って片手再建火力がそれに合わせて火力スキルとか打ったらもしかしたら強いかもしんないですけど、ちょっとわかんないですね。まあ連携が大事になるんで、どっちにしてもやっぱノラじゃ連携するならね使いにくいですけど、ただねこれねモッド素材がその3枠分なんで、これをさらにその何かしらで強化するとなると、まあこのモッド素材を変えるとかやっぱできないですよね、これ3枠分これで使っちゃうから。なので、まあ、さらに強くするってなったら、そのバフとかデバフ等の支援が必要になると思います。まあ、31層で言えばやっぱスタ削りとか、楽園入れたりとかですけど、まあ、そんなことしてる暇あったら弓で一気に倒しちゃった方が早いよねっていうのはやっぱ強い人は思うと思うんですけど、これからねどういうボスが出てくるかにもよるんですけどね、そのボスの特徴に合わせてどの武器がベストになるか
っていうのは変わってくると思うんで、例えばクリティカル出してそのクリティカルダメージが上がるほどなんかボスが受けるダメージが高くなるみたいな仕様のボスが出たらさ、なんか違うじゃないですか。やっぱり無理やりクリティカル出した方が強いよみたいになったらさ、まあそんなことあるか分かんないよ、分かんないけど、あの運営何してくるか分かんないんで、なんかねもうほぼそうだね、これやっぱ自然属性なしって書いてあるんで、もうこのマザロザ専用のモッド素材ほぼそういう感じだと思うんですけど、まあ、前ね勇気の直剣モッドマザロザ出た時はね、勝利宣言勇気っていうモッド素材がまあ出たんですけど、あの防御 ×2 だっけ、攻撃力が上がるやつ、そういうのはねあのマンオブザデイキリトに入れるっていうのはあって、まあでもマンオブはそんな入れても強くはなかったと思うんですけど、そういうのもね配布では一応あったんですが、まあこっちはねもう自然属性なしなのはこれしかないと思うんで、もうほぼこれ専用と言っていいのかなって感じはしますけど、まあ、一応ねこのモッドに、まあ、他のさ片手再建のさ強いさモッド素材をさ入れることはできるけどさ、例えばまあ俺が持ってるやつだとこういうのだけど、まあ、もっといいのあるかもしんないですけど、いやでもそれでもさやっぱりさ、うん、これがやっぱいいよね。だってクリティカル 600% だしさ、だってこれさ、例えばこれクリティカル発生率 300% じゃないですか。俺たまたまオーダーで当たったやつ、これもクリティカル 300% なんですけど、この2枚どっちも集めんのって相当厳しいと思うんですよね。だからこれ1枚でクリ率 600% 上がるっていうのはね、相当ね、必須スキルが少なくて済むんじゃないかなって思いますね。まあただね、そのクリティカル耐性がない敵に対してなら、これを、自然属性があるモッドに入れて、例えばこの残属性の敵に攻撃力が1500上昇と、このアスナーマイスのクリダメ効果は発動するんで、もうこれを入れるっていうのも、まあ、なくはないかなってちょっと思いますけどね。例えばまあこういうさ、あの攻撃力とクリダメが上がるやつとかに入れて、でクリティカル耐性ないんで、まあ裏セットでまあ作詞バフとかかけて、まあ、アスナ枚数だからアスナいっぱい入れてって、もうこの 600% の効果を無視して使うっていう感じですね。そのクリティカル耐性ない敵でその自然属性ありのモッドに入れて使うんだったらですけど、まあ使えなくはないのかなって感じですね。あとねちょっと片手再建のモッドを道中で使うかっていう話をしようと思うんですけど、まあ、なんでそんな話するかっていうのはまあ置いといて、あの片手再建モッドの全体攻撃が今のところこの膨らむ幸せアスナとそのきらめく閃光アスナ初期モッドアスナってやつ、この2枚しか出てないんですよね、この動画撮ってる時点だと。でまあどっちもねこれ全体8連撃、こっちも全体8連撃でモーションが長くて遅いんですけど、片手再建の熟練度スキルのこの流星ってやつがあのステップ踏むだけでクリ率 65% なんですよ、上がるので。まあ、かなりね開けるの厳しいんですけど、熟練度スキルあのダイビングの消費量が結構重くてやばいんですけど、まあ、この精密な一撃っていうのを習得すると、まあ、スキル使用時あの片手再建のね使用時にクリ率 15% ってあるんで、まあ、さっきの流星の 65% と合わせると、まあ、80% までになると。だから、まあ、ステップ踏めばまあ、80% でまあ一応ねこの再建の一撃っていうのがあって、まあ、スイッチ命中直後8秒間でクリ率 20% 上昇のバフ付与って書いてはあるんですけど、まあ、毎回スイッチ打ってらんないし道中ね通常打ちでねすぐねワンパンしたいみたいなのがあるんで、まあなんかアビリティのねクリ率上がるやつとかで調整してね 20% 上げて 100% にねできなくはないんで、このアスナ枚数でクリダメが上がるやつって実は道中でもいいのかもしんないみたいなのがあって、まあモッド自体がちょっとモーション遅いっていうのはあるんですけど、まあちょうどこれが凸水なんで、まあ31層迷宮区の道中で使えるじゃないですか。まあ凍傷の敵にっていう効果あるんですけど、でまあこっちは凸火なんで85層迷宮区の道中で使えるっていう感じがあるんで、まあこっちもね凍傷の敵なんですけど、まあなんか85と31で使えるんかなみたいな道中で。まあただね、それぞれ1枚ずつしか、あの、モッドがね、存在しないんで、全体攻撃のやつで。だから火力出すスキルが1枚になってしまうかもしれないんですけど、なんかその、ボス戦で、
裏セット、そのスパコメバルコメ使いたい人とかね、あのモブ狩りとそのボス戦でのそのスパコメバルコメも使えてみたいな、どっちもねできるっていうのがいいっていう人もいるかもしんないんで、まあ、なんか、まあ、1枚だけだけど、まあ、一気にモブ集めて、あの一気にその、まあ、これ結構全体攻撃扇形なんで、あの一点に集めるの難しいんですけど、まあ、仮漏らしたら、まあ、そのままあのどんどん先へ先へ道中進んでいって、まあ、後続の人に任せてってって感じで、まあ、できるところまで勝ってっていうので進んでいくっていうのも、まあ、あんまりねモブ散らすと結局あの狩る労力変わんねえじゃんみたいな場面もあるんですけどね、もうあのパーティーの強さに応じて結構道中は変わってくるんですが、まあ、あの水属性弱点とか火属性弱点じゃなくてもね、もしかしたらね全然ね狩るのいいかもしんないんで分かんないですけど、まあ、スイッチがねやっぱ全体攻撃打つんで、その結構溜まるっていうのがあるんで、すぐスイッチ打ってって、まあ、2発でね倒せるかもしれないんで、まあ、ただこれね、あの栗ダメが上がるやつ、そのアスナマイスのやつ上がるやつなんですけど、この栗ダメばっか上げても、うん、どうなんだろう、攻撃力があんま上げられなかったら、もしかしたらそのダメージ計算式上のその、あの攻撃力と栗ダメとかの釣り合い的にもしかしたらあんまり強くないかもしれないんで、ちょっとやってみないと分かんないんですけど、まあなんかそういう考え方もなんかできなくはないのかなって思いました。でまあ、あとはこれ片手再建モッドの凸属性オンリーのやつじゃないですか。でまあこれでクリ率 600% だから、まあ、クリティカルが出すこと前提になると思うんですけど、まあ、クリティカルダメージ そのダンジョンインゴットってやつですね、まあ、ダンジョン周回でさ作るやつあるじゃないですか。もうこういうやつ使うことも考えられるんですけど、あの凸属性オンリーのダンジョンクリダメインゴットってまだ一つしか出てないんですよね。この94層ダンジョン周回で作るこの合成種のインゴットってやつなんですけど、なんかね、あの自然属性ありのスキルだったらその自然属性の弱点までついてそのダメージ 50% 上がるっていうのがあるじゃないですか。しかもあの自然属性の虹インゴットとか、あの自然属性のまあなんていうんだろうな、まあ、こういう、まあ、これはちょっと弱いかもしれないですけど、これ闇属性弱点だったら闇属性のインゴットとか、まあ、正属性ならまあ正属性とか火星とかなんか使えるけど、まあ、凸だとその凸のインゴットしか使えないんですよね。ただ自然属性ありの片手再建 あのモッドを使う場合って、これ自然属性なし専用のでクリ率 600% なんで、まあ、さっきも言ったようにあのクリ率 300% のモッド素材集められた人、あの持ってる人じゃないとなんかできないっていうのがあるんで、自然属性ありのやつ使う場合はね、だからクリティカルが出しづらいんですよね、こっちのじゃない方のなんていうんだろう、自然属性ありのもっと使う場合は、まあでもこっちならねクリティカルがすっごいそのこれさえ当てればね出しやすいっていうのが、これさえっていうかこっちとこっちどっちもか、まあ、クリティカル出しやすいんでどっちも当てれば、それなら例えばあの二次インゴットでその凸属性インゴットあると思うんで、まあ凸属性弱点ダメとか弱点クリティカルダメみたいなの確かあったと思うんで、俺持ってないけど、まあ、こういうやつのね凸属性版とかね当たったらまあなんかどっちも使えるかなって感じがするんで、あとはこのマザロザモッド自体にこの勇気枚数もあるっていう話なんですけど、まあ、勇気のアビリティですよね。だってこっちもさあのアスナマイスの条件あるから、アスナも、まあ、勇気もどっちも入れたいっていうのがあるんで、まあ、アビリティに勇気いっぱい入れて、まあ、片手再建スキルはアスナ多いんで、片手再建のソードスキル側でアスナいっぱい入れるみたいになるとなりがちだと思うんですけど、まあ、歴戦のアスナとかねアビリティに入れてもいいとは思うんですが、まあ、勇気のね片手再建スキルとかね、まあ、入れてもいいのかなって思うんですけどね、アスナ枚数もなんか重要なのかなって思うし、勇気の片手再建スキルで言うとこういう陽気なジェスター勇気、まあ、これがあの敵を凍傷にする効果、まあ、残属性の敵って書いてあるんですけど、これは凸属性が弱点の敵って意味だし、まあ、これ1つ弱か3デバフまでついてて本当にいいスキルですね。しかもリニアで結構ねモーションが速いっていうのもいいし、あとは片手再建の勇気のスキルだと勇気のコネクトがありますね。これは一応極光輪っていうのはあるんですけど、これ攻撃受けるとね解除されてしまうやつで、しかもねこれね軽減をねダメージ軽減あの 100% にしてダメージ受けなければこれ解除されないかって思うかもしれないですけど、俺検証してみたらダメージを完全に受けないようにしても攻撃敵の攻撃が当たっただけで解除されてしまったんで、
本当に敵の攻撃避けながらみたいな、まあ、タンクがいるようなそのパーティーだったら、まあ、フォーカスとかね、まあ、火力側に来る攻撃とかも全部避けられたらいいみたいな、まあ、バーストで避けるとかいろいろねあると思うんですが、まあ、とにかくね、まあ、どっちかっていうとこのクールタイム減少の方がすごい、まあ、こっちが一番大きいんで、ピアッシングだから多分早いと思うし、あとは勇気のアビリティで言うとやっぱこれが一番使いやすいかなって感じしますね。攻撃力上がるし、まあ、飛戦もいいしって感じで、まあ、クリティカル出すならやっぱね攻撃力が、ね、上がるのもがすごくいいんで、まあ、これ結構使いやすいと思うんですよね。あとは前回の動画で言ったけど、まあ、こういうグルービーナイト勇気とかね、まあ、片手再建なんでクリティカルダメージ上昇のバフとか、あるスキル、まあ、使いやすい方なのかな、わかんないけど、まあ、あるんで、まあ、アドバンストルーパーもね攻撃力上がる、あの最大400上がるし、まあ、シンガンもね一応ね覚醒レベル5にすれば 7.5% なんで、まあ、使えなくはない、全然使えると思う、あのすごくいいと思いますね。あとこれも一応ねクリティカルダメージ上昇の効果があるし、しかもあの覚醒延長があるし、まあ、このね神速スイッチとかカウンターとかね結構ねいいんですよね。あのこれ回避がねすっごく大きい、これすごいねあの戦いやすくていいスキルだと思います。あとはまあ覚醒延長のためだけに入れるとかね、まあ、アドバンストルーパーあるから入れるとか、まあ、この不屈4とかね無視して、まあ、妥協でまあ入れる感じで、この生首勇気って言われてるやつで、このスキル編成の時にさアイコンになるとこれちょうど生首みたいになるからよく生首って言われてるんですけど、まあ、こういうのもね本当にねあの勇気のスキル持ってなかったらまあ候補にはなるのかなって感じですね。あとはこういうフレームブーストとかあのシャインブーストとか、こう敵に与える生属性以外の自然属性ダメージが低下しって書いてあるんですけど、自然属性ダメージが低下したところで自然属性使わないんで関係ないと思うんですよね。だからまあこれ覚醒じゃないんですけど、純粋にこのパワーアライズとこのキャラ指定条件のやつが使えるのかなって。ただまあどっちもねそのキリトを1枚も装備してない時に効果が発動するんですが、まあ、本当に勇気のスキル入れるやつに困ったらこういうのもねもしかしたらまあいいかもしんないですね。あとは絶剣イントリュージョン勇気っていうの、実はこれ結構強くて、これ攻撃力低下中の敵にって書いてあるんですが、例えば俺が持ってるようなやつだと残攻撃弱化4デバフっていうのがあって、残属性の敵の攻撃力が低下するやつなんですよね。こういうので一応満たしたり、まあ、この防御低下中の敵にっていうのが、まあ、これちょっとシャワーなんでモーション遅いですけども、こういうのがあったり、防御低下だとあの片手再建だとねこれとこのシェータってやつですね、まあ、これの2枚だけだったんですけど、まあ、他にももしかしたらあるかもしれない、ちょっと俺の調べてる感じだと、まあ、その2枚だったんですけど、これねスラストだからまあ悪くはないのかなって感じはしますけど、まあ、こういうのをねコネクトとかに入れて発動条件満たせなくはないけど、まあこれダメージ上昇なんで、まあ、これやるくらいなら普通になんかクリダメ効果があるから、まあ攻撃力上がるやつとか他のやつ入れてもいいかもしれないけど、もしかしたらねなんかのあの釣り合いとかでねあのクリダメとかその属性ダメ、属性ダメ系かダメージ計算式の中でまあ上げるのもいいかもしれない。あ、まあ攻撃力一応上がるしな。でまあ、どっちかっていうとこれね、まあ、斧で使うのがいいやつで、まあ、斧って結構その攻撃力型、まあ、例えばあの前半効果とか攻撃力何百パーも上がるやつとかで攻撃力低下とか防御力低下のやつ使う場合はねすごく良くて、まあ、特にカオス凍滅戦とかだとあの防御低下とかすごくいいし、まあ、小春に攻撃低下防御低下のスキルね持たせるとかもいいんですけど、まあ、とにかくねこういうので発動しても噴光もあるんでなんか斧とかですごい使いやすいっていうイメージがあるんですが、まあ、こういうのねやっぱ勇気のスキル他になんか持ってないんだったら、まあ、選択肢の一つになるのかなみたいな感じはしますけど、なんかそのクリティカル出す系ってなんか攻撃力が足りなくなるみたいなイメージはあるんですよね。いやまあわかんない、実際やってみてこのクリダメの方もすげえ重要になるかもしれないんで、本当になんか使ってみないとわかんないんですけど、いろいろ検証してみないとわかんないんですけど、まあいろいろそういうスキルありますね。まあ、あとこれパワーライズで、まあ、キャラ指定条件とかないから特にデメリットとかない無属性パワラってやつなんですけど、まあ、こういうねあのやっぱスタン耐性が必要なあの敵、そのスタンの攻撃してくるような敵とか、まあ、こういうのね入れながら、まあ、回復もできるんで、まあ、もしかしたらなんかカオスと滅戦のなんかスタンやってくる敵とか出てきたらまあいいかもしんないですけど、
まあ、いろいろありますね。まあ、これもなんか、まあ、不当って HP50% 以下で攻撃力上がるやつなんですけど、まあ、片手再建だから、まあ、火事場ではないんで、カオスとオメス戦最近特にやっぱ死なないように立ち回る感じで回復結構重視してやるんで、まあ、これはあんまり使わないかもしれないですけど、まあ、覚醒延長っていうことでね、まあ、入れる人ももしかしたらいるかもしれないですけど、でも案外勇気のアビリティってなると選択肢が絞られてくるかもしれないですね。勇気で攻撃力上がるっていうのがどれくらい大きいかですよね。1枚で200だから2枚でアドバンストルーパー4くらいで、4枚で、800だから4、勇気4枚入れると実質パワーライズ3 1個分くらいなのか、それが大きいかどうかによるんですけど、その攻撃力とそのクリティカルダメージの釣り合いをそのどう調整するかっていうのが問題だと思ってて、やっぱ前にその片手再建のモッド素材がそのこういうやつ、そのクリティカルダメージ型、ダメージ計算式で言うとその属性ダメとかクリティカルダメージとかクリティカルで敵 50% ダメージ上昇とかまああると思うんですけど、そういうところが型になるっていう話で、そうなるとダメージ計算式的に高いダメージが出ないみたいな感じだったんで、その攻撃力を上げた方がいいっていう話を前にしたと思うんですけど、やっぱ検証するときはなんかどっちかっていうとそのそうですね、その攻撃力上げるのを重視で、少しずつこのアスナ枚数とか上げてって、あのダメージ計算式の釣り合いが取れるようにその調整していくっていうのがいいんじゃないかなって思います。あとは勇気の片手再建のスキル一応もう一回その確認するけど、まあちょっと重いけど勇気っていうのは片手再建の凸水のモッド、まあ、これはこの白い木絶景勇気は確か突性残性だっけ、あ残性か、残性で生属性デバフなんで、まあ、覚醒じゃないからまあ入れないなって感じで、これはザ・ショーダウン勇気は覚醒でもモッドでもなんでもないやつで、モッド素材のやつだからまああんまり入れないと思うんで、まあそうですね、さっき言ったこの片手再建コネクトと陽気なジェスター勇気くらいで、勇気の覚醒アビリティで言うと、まあ、こういうやつですけど、まあ、大体さっき言ったやつで、あとは歴戦の勇気ですね、ユニークセンス勇気とか結構いいんじゃないかなって思うんですけど、まあ、これは最近出たオーダーでこの秋の彩りセレクションオーダーですね、まだ、販売開催期間か開催期間中なんですが、まあ、一応ねここには入ってはいるんですけど、ユニークセンスね 3.750% で超渋いんで、もうこれをピンポイントで狙うかっていうと、もう5、6万ジェムくらい入れないと難しいんじゃないかなって思いますね。ただ本当にね勇気のアビリティの選択肢が結構限られてくるんで、まあ、そういうのもね加味してね引きたいですね、引く人はアスナバースで。まあいろいろ言ったけど、もう基本的にこのマザロザモッドにこのモッド素材入れるっていうのが基本になると思うんで、でまあなんだろう、これ引く人ってそのカオス討滅戦やる人とかだと思うんですよね。まあ討滅戦でももうモーション長いから使うかわかんないけど、いやでもこれは引きたくなりますよね、カオスやる人は。まあなんかで使えるかもしんないしね、使えそうな感じしますよね。ただパーティーだとやっぱ弓のが強いような気がするんで、おすすめではあるんですけど、一応それもね考慮して引くのがいいかと思います。あとあれだ、アスナ枚数とかね勇気枚数ね、自分のあの持ってるやつね確認してから、まあ、引くのがねいいのかなとも思います。あとでねアスナとか勇気とかどんどん少しずつ集めていくっていう人はまあ別に今引いても全然いいと思うんですけど、まあ俺もねなんかねやっぱねジェム余裕あったら引きたいなって思うんですけど、まあ、一応ねシリカーバースデーとかキリトバースデー来たらそれとね見比べてどっち優先して引くかっていうのを考えてから引こうかなって思ってますね、俺はですけど。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。